本日2ヶ月検診レシックの行ってきました。視力は下がってきてて今日は 0.9 と 0.6 になってました。夜の見え方がやっぱり見えにくくて、まあんまり夜運転することがないんで、まあいいかなと思って我慢してます。ただまあ 0.9 と 0.6 なんですが、やっぱり夜は結構メガネが欲しいレベルで見えにくいかなっていう感じです。で、光の眩しさなんですが、夜のライトとかの光の眩しさはもう今あんまり前ほど眩しいっていうのは感じないんですが、まあ、太陽の光とかがやっぱり目の奥に来るというか、そういう感じで眩しいって思うことはあります。でもそれが、まあ、レーシックのせいなのか、もともとの私も感じてたことなので、もともとそういう体質なのかどうかはちょっとわからないんですが、ちょっと夏サングラス買おうかなって迷ってるぐらいちょっと眩しい感じはあります。レーシック3ヶ月検診に行ってきました。視力は 1.0 と 0.8 で、2ヶ月目よりも視力が上がってたみたいです。で、今日はなんか目の調子が悪くて、朝からずっと右目がすごく痛かったんですが、まあ、左も時々痛くて、傷のチェックをしてもらったんですが、まあ、特に異常はなさそうだから、きっとまあドライアイなんだろうっていうことで言われました。確かに初めの頃に比べると目薬をさす頻度がかなり減ってしまって、あまり目薬をささないで過ごす時が最近増えてたので、まあ自業自得かなと思いました。なので目薬をさしながら、まあ気をつけて様子を見てみようと思います。で、次の検診はさらに3ヶ月後になるので、またご報告いたします。